第26海兵航空軍は、ニューリバー海兵隊航空基地に駐屯する、アメリカ海兵隊の航空部隊であり、メガボルトマイナス2オスプレイを装備する7個、飛行隊、1個航空兵団支援隊及び1個、航空団支援飛行隊で編成されている。第2海兵航空団及び、第2海兵機動展開部隊の指揮下にある。第26海兵航空軍は、 1952年6月16日に、ノースカロライナ州チェリー、ポイント海兵隊航空基地で編成され、第2海兵航空団の指揮下に置かれた。ヘリコプター軍である、第26海兵航空軍の総隊は、海兵隊に、機動展開及び、水陸両用能力をもたらすことになった。1954年7月、チェリーポイント海兵隊航空基地から、ノースカロライナ州、 ニューリバー海兵隊航空基地に移駐した第26海兵航空軍は実際に運用される最初の海兵航空軍となった。第26海兵航空軍と正式に命名されたのは1959年3月1日のことであった。10種類に上る航空機を運用していた第26海兵航空軍の霊化部隊はキューバ危機パワーパック作戦。 ドミニカにおける災害派遣、イラン人質救出作戦、ベールートのレバノン、グレナダ及びカリアク島における平和維持活動、プエルトリコ及びサウスカロライナ州チャールストンにおけるハリケーン風後発生時の救援活動、並びにリベリアのモンドビアでのシャープエッジ作戦に参加した。1990年12月、マグマイナス26はサウジアラビアのジュバイルにある ロンサブダブ飛行場に移駐し、砂漠の嵐作戦でクウェートを解放した第一、海兵機動展開部隊及び第二海兵士団を支援した。その際、マグマイナス -26、マグマイナス -29 及び第四海兵航空団から派遣された9個飛行隊をもって臨変飛行隊が編成された。マグ十六の励化部隊はイラク北部及びトルコで行われた。 プロバイドコンフォート作戦、キューバのグアンタナモアン海軍基地で行われたビクター、スクエアード作戦、およびユーゴスラビア社会主義連邦共和国及びアドリア海で行われたデナイフライト作戦に参加した。マグマイナス二十六は海兵機動展開隊に特殊作戦能力を提供してアメリカ第6艦隊及びアメリカ中央軍を支援する航空戦闘部隊として海外において 最も重大な任務を遂行した海兵隊部隊の一つとなった。1992年1月以来、マグマイナス26は、プロバイドプロミス作戦、サザン・ウォッチ作戦、サポートデモクラシー作戦、シャープガード作戦、コンティニューホープ作戦及び、アップホールドデモクラシー作戦に参加した。海外派遣以外の活動としては、 1993年1月1日から1994年12月31日までの間、冷下飛行隊をもって、平均10回の主要な海兵隊、演習、12回の舞台演習及び12回の訓練展開を行うとともに、2年間で6万455時間の無事故飛行を達成した。1995年を迎えると、マグマイナス26には、 初めての任務が待ち受けていた。HMH-461 は、USS、オバノンと共同し、海軍艦船の後方でホバリング中に、空中給油を行った初めての艦隊飛行隊となった。また、ハムラ -167 は、R-1W スーパーコブラの親艦、目標標準システムを運用した最初の飛行隊となった。1999年、 アメリカ東海岸をハリケーンフロイドが北上した際には陸海空軍の兵士及び海兵隊員たちが何百機もの軍用機及び軍艦船をフロイドの経路から移動させるとともに軍人及び民間人を安全確保のため避難させたノースカロライナ州ニューリーバー海兵隊航空基地からは第26海兵航空軍の飛行可能な CH-53E スーパースタリオン前期が、アラバマ州のマックスウェル空軍基地へと避難した。また、第26海平航空軍の飛行可能な CH-46C ナイト、UH-1N ツインヒューイ及び R-1、ワット前期及び、第29海平航空軍の飛行可能な CH-53E、CH-46E、CH UH-1N 及び R-1W は、オハイオ州ライト、パターソン空軍基地へと避難した。この際、整備中の航空機は、すべて駐屯地内の格納庫に格納された。2009年1月28日、第16海兵航空軍と交代したマグ -26 は、イラクのアンバール県における、航空支援の機関部隊としての任務を遂行した。約1年間にわたって、 イラクの自由作戦を支援したこの派遣は、11月に第二海兵航空団司令部から西方、多国籍軍の航空戦闘部隊としての任務を引き継いだ際にクライマックスを迎えた。ありがとうございます。